月刊花田編集長の花田和之です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、加藤清隆さんですね。とにかく今一番聞きたい人ですよ。はい、加藤さん、選挙結果もそうですけど、応援に忙しかったんじゃないですか。まあ、本当は講演の方が忙しかったので、はい、2日ずつですけど、総理兄弟、はい、安倍さん、山口に、岸さんと、そうですか、2日ずつと帰りました。あ、特にお兄さんの方、総理の方はですね、はい、奥さんに対する、夫人に対する凶悪とかなんとか、すごいちょっと異常なことが起きてて、もうなんか囲んだりねとかね、はい、囲めとかいう指令が出たりとか、だからなんか立候補した人がめちゃくちゃこうやってましたよね、はい、なんかね、非常に気味が悪いんですけど、なんとか立候補者はですね、はい、安倍事務所の前に、外線車を止めて4時間も事務所に向かって演説するんです。で、要するに選挙妨害やってる。そのためだけに立候補したんだよね。そのためだけですよ。ひどいですね。それでだから個人演説会も実は取材 も入れなかったんだ。そうですよね。入れたんですけど、それはですね、取材と称してそのやつが入り込むことを気にして、それで警察の方も、はい、警視庁課の SP だけじゃなくて、うん、山口県警の警護課が私服が随分出てまして、そうなんですか、ちょっと驚くような体制でしたですね。でもまあなんていうか当たり前ですけど、大差をつけて、ね、票も増えてますし、はい、よかったんじゃないでしょうかね。そうですね、全体的に、はい、結果はこんなことになりましたが、はい、これはまあ加藤さんの予想通りというか、まあ、ほぼですね、いろんなところで喋ったり書いたりして、ほぼ予想通りなんですよ、はいはい、で特に自民党はまあ公示前、まあ、僕は最悪でも260というふうに呼んでましたから、うん、あと上乗せするだけと言ってたのが、まあ、希望の党がダメになった分上乗せになってますから、うん、大体がその、なんていうか何もなくてもですね、前回が勝ちすぎていたから、まあ、20か30減るという、あるいは40ぐらいは減るだろうと、はい、こういうあれでしたよね、はい、一般的には、はい、そういうことからスタートしてますから、うん、それがこれ前回と同じですよね。まあ、前回、まあ想定数が違ってますけど、そうそう、議席数が減ってますからね、はいはい、そうむしろ増えてるわけですよね、まあ、公示前と同じになってます、うん、そうですね、公明と共産がちょっと減ってますけど、ね、そうですね、維新と共産がまあなんていうかほぼ半分です、いい面のかというか、まあね、応援して一緒に共闘しようと言ってたんですけど、いきなり立憲が出てきて、はい、立憲に全部吸い取られたような感じですよね。まあ、野党統一候補というね、漁夫の利を得ようとしたんですけど、そうはうまくいかなかったですね。そうですね、でもなんていうか、この野党側のですね、はい、まあ、分裂といいますか、これがまあ幸いしたわけですけど、これはさすがの加藤さんも予想はできなかった、あるいは、いやいや、希望と立民の逆転というのはもう読んでましたから、そうですか、僕は逆にですね、希望よく50取れたと思ってるんですよ、40代だと思って、だけど最後の最後で希望も入ってきましたから、僕は割と善戦したと言ってもいいんじゃないかと、あんだけ逆の中で、そうですか、と思いますけど、それでなんであんな大揉めしてるのかと、あれもまた非常に怖いんですけど、はい、まあ後からの理屈で、まあ、排除っていう言葉が悪かったとか、いろんなこと言ってますけど、このいきなりの逆転ってやっぱ何なんですかね、これ。まあ、その排除って言葉が確かに、やっぱりトーンが強すぎたっていうのは事実ですけど、でもあれなんか新聞記者の質問に答えて、そうです、新聞記者が排除うんぬんって聞いたら、排除しますとこう言ったと、言ってんですよ、あの新聞記者はどこの記者なんでしょうね。もしかして朝日の記者だったら面白いですね。いや、どっちにしてもですね、雑誌の記者なんですか、保守の政党ということを最初から言ってるわけですから、うん、そうすると憲法改正と安保法制って言ってっていうのは当然基本政策だから、うん、それは反対じゃダメですよっていう、それは当たり前ですよね、ただ小池さんは私昨年の都知事選挙と今年の都議選で2連勝してて、はい、若干やっぱりちょっと気が緩んだ、いやでも相当思ってたと思うのは、もちろんその排除っていう言葉もきつかったかもしれないけれど、あそこに出した政策とかね、デタラメじゃないですかって言って、何にもない。電柱の地中化とかね。幹部もね、役員もいないわけでしょ。そうです。で、こんな党でね、やれるのかっていうのはね、おっしゃる通りです。本当にね、
有権者をバカにしすぎたんじゃないですかね。だから勢いだけで乗り切れると踏んだし、うん、最後の最後出てくるってことは出てこなかったでしょ。あ、そうですね、対象が出てこなきゃその政党はもうそらばあんなふうになってしまうんですよ、うんうん、まあ、しかし出たら出たでまた都政をね、それはだけどそれはどプラマインどっちかっていうのはあるけども、しかし国政政党で政権目指すというならば、うん、出てこなきゃいけないという理屈としてはですよ、うん、そこはだから最後どうかと思ったんですけど、うん、まああれで決定的になりましたよね、うん、あれで10や20は違ってきているはずですから、うん、この立憲がこれほど取るというのはどうなんでしょう、はい、これはですね、私はここはもう単なる極左政党としか見てないんで、うん、なんで取ったかというのはこれはもう同情票ですよね。だから半顔びいきとね、半顔びいきという言い方もありますけど、うん、この人はだって菅さんでしょ、そうそう、で枝野さんでしょ、うん、要するに菅政権というか総理と官房長官で、そうそう、嘘ばっかりついてた民主党政権のね、幹部ばっかりですからね。そうですよね。だからこういう人たちは本来当選させてはならない人たちですからね。そうそう、しかもですよ、この今偉そうなこと言ってるんだけど、うん、あの枝野さんもね、もっともらしいことを、はい、しかしその民進がですね、全部希望に行くと言った時ですね、議員総会で反対もせずにですね、はい、前回一致で認めて行くつもりだったわけでしょ、はい、そうです。そしたら来なくていいと言われたから立憲作った。だからね、全然筋が通ってないんですよ本当は。筋を通したと石原慎太郎さんが言ったというけど、それは大間違いですね、うん、そこは。そうなんですよ、とんでもないんですよこれ、はい、それで55議席はとんでもないと思いますよ、ね、え、なんでこういうことになっちゃうのか。いやだけどただね、現場を見るとね、はい、すごい人多かったんですよ聴衆は。あ、そのね、なんかそうらしいですね、大部分がね、はい、あの時と同じ安保法制と同じで、うん、年寄りばっかり。あ、年寄りばっかり。つまりですね、やっぱり社会党に対するノスタルジーみたいな人たちがやっぱりいるんですよ、ね、昔学生運動やってて、まあ、サラリーマン時代はちょっとおとなしくしてたけど、うん、もう定年になっちゃったから、で、まあ、年金もまだ大丈夫だし、安保法制の時のあれ昔思い出しちゃったわけですね。そうですよ、はい、70年安保の活動家かなりいますよね。老人ばっかりでした。なんか2000人集まったとかね、こう言ってましたけど、老人パワーすごいですよ、そういう意味ではね。あ、そうですか。そういう意味ではパワーすごいです。しかしそれ不思議な構図ですね、老人がこういうそのなんていうか、まあ革新というか、そう支持するというのもね、10代、20代の自民党支持率が最も高いんですよ、年代別に見ると。それはまあ簡単な話なんですけど、就職率がいい、雇用環境が民主党政権の時とまあ劇的に違うわけですから、それは絶対支持するわけです。で、もう一つはやっぱり朝鮮戦争、朝鮮半島情勢に対する懸念っていうのは、若い人の方が、年寄りはどうせ死ぬから、もういいんですよ、もう。いや、あんまり、我々いいんだよ。気流は思ってないんですよ、本当に。でも若い人はこれから先があるんで、まあまあそうですね、危機感が強いですよね、そこは。で、まあ、いろんな当落ありましたけど、一番なんていうか、哀れをとどめたのは若さですよね。そうですね、東京10区ね、あれもすごいですね、あの負け方が。これは何なんですかね、その比例でもね、復活できなかったっていう。それやっぱり、それは小池さんのブランド力が落ちたのとともに、イコールでしたからね、まあまあ、力はなかったけど、まあ、側近としてイコールでしたから。なんであんなに急に近づいたのかが全然分かんない。もうそこはもう僕にも全く理解できないですよ。全く何のためあんなにくっついてたのか、これでも議員は完璧に辞めるわけですから、だから弁護士でもなろうって言うんでしょうけどね。でも細野さんと一緒にこういろんなことをごてごてやってたら、いきなりリセットされてね、リセットされて、以後もうね、落選までね、一直線ですよ。そうなんですよ、うん、だからそもそも政治家になったら間違ってんじゃないかと。ああ、まあね、この人に関して言えばね。そう、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。
さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うにその長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。